take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly.出雲空港です。まだ時間があるのでお昼を食べたいと思います。新千歳空港に着きました。今から札幌駅に向かいます。着きました。札幌です。お、部屋めっちゃ綺麗です。こんな感じ。鏡、うわ、ここにテレビがあって、ハンガーとか、お風呂、風呂もすごい綺麗です。はい、ということで今日は札幌に一泊して、明日、リジリ島まで向かいたいと思います。
こからバスで稚内まで、5、6時間かけて行って、そこからフェリーに乗ってリジリ島に向かいます。出雲空港から札幌まですごく分かりやすくて、あんまり迷うことはなかったですね。新千歳空港に着いてから、電車に乗るまで表記がたくさんあって、その案内通りに行けば電車に乗れるっていう感じですね。で、空港から出る電車は全部札幌駅経由なので、迷うことなく来れました。札幌駅から最寄りのホテルの最寄り駅まで行くのに地下鉄を使ったんですけど、地下鉄乗り場までは結構歩かなきゃいけなくて、でエスカレーターもあまりなかったので重い荷物を持ってくると大変です。はい、後悔しました。そうですね、その他は特にないかな。また明日朝早いので今日は寝ます。じゃあまた明日、おやすみなさい。稚内フェリーターミナルに着きました。約6時間かかりました。ここまで今からフェリーに乗って利尻島に向かいます。1時間40分くらいかな。